はい、皆さんこんにちは、鈴木よしひろです。今回の動画ですけども、スタートダッシュでの NG 行為について解説お話をしていきたいと思います。こちらのですね、スタートダッシュ、基本的にはクラウチングスタートでの NG 行為ですね、これをやめてください、これをやってしまうとうまくね、つながらないっていうのを解説説明していきたいと思います。で、実際こちらですね、またホワイトボードを使いながら、プラス動きもね、交えながら解説の方をしていきたいと思います。はい、ではですね、実際このホワイトボードに書かれている、SD、スタートダッシュですね、スタートダッシュの仕方、NG 行為を4つ、ここではね、取り上げてみて、説明をしていきたいと思います。じゃあまずね、ざっくりと4つそのまま紹介していきます。はい、1番、後ろ足が伸びている。こちらはですね、ブロックで構えている時に後ろ足がどうなっているかっていうところです。で、2番、手の幅、構え方ですね、手の位置、狭い、広い、いろいろあると思うんですけども、今回は広いというところにね、注目して解説をしていきたいと思います。そして3番、頭の位置、こちらね、構えている時というよりも、この飛び出た後ですね、飛び出た後、頭の位置がどうなっているかというところを解説していきたいと思います。で、4番、肘下が伸びている腕振り、こちらもスタート後、飛び出しですね、飛び出した後の腕振りの仕方について解説をしていきたいと思います。解説をする前にですね、動きをする前にですね、実際この下にも書いてあるんですけども、トップ選手の真似をする、速い選手の真似をするということはすごく大事なことなんですけども、真似だけで終わらないようにしてください。なので形だけね、そっくり手の幅を広げて、頭を下げて、腕振りを後ろで振るっていうのをね、真似だけで終わってしまうと、なぜそれがいいのか、なぜそれで走れるのかっていうのが理解できないと、ただ走る上でうまくつながってこないと思いますので、まずはトップ選手の真似をすることは大事ですが、真似だけで終わらない、なぜこの選手はこの動きで速いのかというところまで考えて、自分の動きにつなげるようにしてください。実際動きを交えながら解説をしていきたいと思います。はい、ではですね、実際動きを交えながら、先ほど言った4つの NG 行為というのを説明していきたいと思います。ではまず1番のですね、スタートクラウチングですね、後ろ足が伸びているということにね、ついて説明していきたいと思います。で、過去動画でも僕のね、動画でも取り上げている通り、後ろ足で押す、スタートダッシュ出るときは後ろ足で押すこと、プッシュすることっていうのをやっていきます。で、後ろ足が伸びているというふうになると、この構えてるときですね、構えてるときに後ろ足が伸びすぎているという形ですね、角度がない状態、ここからよーいってなったときに押せません。グッとね、伸びすぎていると、もう力がうまく入れないので、前足でグッ蹴って出るしかなくなってしまいます。ですので、ある程度しっかり押せるように、お尻を上げる時も軽くこのような形で曲げる必要があります。押せる、必ずブロック構える時に後ろ足で押せるところを探してください。スタートはですね、前足で出るのではなく、必ず後ろ足で押して出るということが必要になります。そのためにも、後ろ足が伸びてしまうと、うまくブロックが押せず、後ろ足で押すことができずに、スタートうまく飛び出せないっていう風になりますので、後ろ足を伸ばさないように、伸ばしすぎないようにしてください。じゃあ続きまして、2番のですね、手の幅。こちらの構え方なんですけども、一部ね、トップ選手、スタートの速い選手というのは、かなり自分のね、レーンとレーンの間の一番端まで端から端まで、こういう風にね、広げてスタートしてると思います。じゃあなぜ構えの時に手の幅を広くするのかっていうと、こちらはもちろんスタートの時にね、低く鋭く飛び出したいためです。広ければ広いほど、この地面と自分の体の距離、すごい近くなります。で、そうした時にスタート用意ドンする時に、グッと低くね、スタートするということができます。で、こちら、じゃあ、トップ選手真似してるからね、中高生真似する、すごいね、いいことなんですけども、中高生というのはですね、まだ筋力もそこまでついてません。自分の体を支えることもね、なかなか難しいかと思います。
で、なおかつ広げた時っていうのは手で構えることはできますが、その飛び出した後グッ低い姿勢で飛び出していきますので、上体をキープする体幹周りの筋肉っていうのも必要になってきます。こちらがですね、今言ったように中高生がじゃあ形だけ真似をするとどうなるかっていうと、手の幅広くできます。これはここまではできますが、先ほど言ったように体幹っていうのが弱いもんですから、よーいドンって時にこのまま低い姿勢っていうのがキープできずに、すぐに体が起き上がってしまいます。ですので、まあ狭すぎてもね、なかなか難しいんですけども、大体の理想というのは肩幅ぐらいの広さと言われます。で、ここでまずはスタート出た時に体が浮かないように、まずはコントロールするということが必要になってきます。そこはですね、まあ低く出たいっていうふうに試行錯誤してもらって、体が浮かないようになってくればですね、手の幅というのを変えてもいいですが、まずね、考えるべきなのは低く飛び出すということも大事なんですけども、どれだけしっかり前傾をかけて加速感がスムーズに走れるかっていうのが大事になってきます。ですので、そこを考えてスタートね、出た後のことも考えて、手の幅というのは自分に合ったところにね、置くようにしてみてください。はい、続きまして、今度ですね、3つ目の頭の位置の説明となります。で、こちらはですね、一部トップ選手がね、よくやってる頭を倒した状態、で前傾姿勢を保ちながら走るというのは、早くね、スタートを出てますので、今の中高生にとって真似しやすい、真似をしたくなる動きなんですけども、こちらも一歩間違えるとですね、減速加速がうまくつながらないという原因になってしまいますので、まずその頭の位置というのを考えてみてください。で、まあ、こちらをね、構えたところからグッと頭を入れます。ここまでね、頭を下げる必要も僕はないかなっていうふうに思います。で、先ほども言ったように頭を下げる、で、下げた時に何をしたいかというと、前傾姿勢をかけたい、もっとよりよくかけたいっていうためにね、頭の位置というのは変えますが、ここまで入ってしまうとグッよーいドンっていう時に倒れる、上半身だけね、すごいお辞儀をしてるけども、足がうまく引きつけられない人ほど足が流れてったり、ただ倒れてるだけになってしまいます。で、僕のですね、動画でも解説している通り、速く走るためっていうのは、この上半身が前にあればいいのかというわけではなくて、この重心の位置がどれだけ前に進めるかというのが重要になってきますので、今やった頭の位置下げてます、下げてて、これだと頭の位置で重心はね、前に前に運ばれるんですけども、実際の足の運びっていうのは全く出てません。ですので、極端なことを言うと、ただここで下げながら重上げしてる、これですと全くね、前に進んでませんので、うまく頭の位置、まあよく言われるのがですね、この、まあ、出た時に斜め、構えた時に地面に対して斜めにしっかりキープできるかというのが大事になります。で、こちらはただ下げ、目線下げればいい、お辞儀してるだけでいい、いうとうまく地面からの反発もね、もらえませんし、前に進むっていうこともできなくなります。ではトップ選手が速い理由っていうのは、そこからですね、足が残らないようにしっかりと前に引き付けができているので、頭をお辞儀していても前に進むことができます。はい、そこまでね、動き考えてやらないと、ただ真似してやるだけですね、マイナス方向にしか働きませんので、そこまでしっかり考えてやってみてください。はい、では最後ですね、腕振り、肘下が伸びている腕振りですね。で、こちらもスタート、最近ね、よく見かけます。スタート用意ドンって時に、ここで自分の体の後ろで振ってる選手ね、多く見かけます。で、こちらも先ほどの頭重心移動の話と一緒でですね、後ろにこう振ってしまうと、うまくね、地面に力は伝えやすいのかもしれませんが、私たちは前に進むね、種目をやってますので、ここから後ろで肘を肘下伸びてやってしまうと、せっかく前に行きたいのに全部後ろ後ろ後ろってなっています。で、トップ選手の人たちはね、じゃあ伸びてるじゃんって言うんですけども、そういった選手の人たちはね、肘の軌道をしっかりしてます。伸びてると言っても、ここ過去動画で負けているように、しっかり肘の軌道が半円を描くようにしています。
これをただただ後ろで振るってなるとこうやってしまうと全く後ろに逃げてるだけ。よく見かけますよね、スタートでここで振ればいい。これだと後ろにですね、ぐーっと肘の軌道を持ってきてませんので、前に進むというより前に進みたいのに後ろにしか力を入れてないことになります。進行方向は前なのにかかわらず力の方向性は後ろになってますので、自分でブレーキをかけていることになります。必ず用意ドンになった時は腕振りをぐんと前に持ってくる必要があります。ここから用意ドンで振ってるだけだと前傾はするけども手は後ろに残る。ですのであくまでも前に進むためにはどうしたらいいのかっていうのを考えて腕振りもしてみてください。でここで振るだけ、肘の軌道が全然前に行きません。で前でしっかり持ってくるっていうのが大事になってきます。4つの項目について、解説をしていきました。1番ね、後ろ足が伸びている。2番手の幅。3番頭の位置。4番肘下が伸びている。腕振りですね、こちら4つ、まあ、全てねやってしまうと動きっていうのはね全てバラバラになってしまいますので、必ず考えるべきっていうことはしっかり地面を押して前に進んでいくっていうことが必要になってきます。で先ほど冒頭にも話をした通り、トップ選手のね、真似だけ、形を真似だけしてしまうと自分に合った動きでもないですし、バラバラになった動きになってしまいますので、まずはどうやったら前に進むかというのを考えながらやってみていただけるといいかなというふうに思います。もう一つね、解説していきますと、1番構えた姿の後ろ足ですね、プッシュできない状態で伸びきっている、ね、大事なのはブロックをしっかり押せるかどうか、後ろ足でそして前に飛び出していくことが重要です。2番手の幅、低い位置から飛び出したいっていうのは分かりますが、その後飛び出した直後に体が浮いてしまうと、全く意味がありませんので、手の幅が広い人ですぐに浮いてしまうという人は手の幅の位置というのを再確認してください。で3番頭の位置、前傾姿勢をしたいんだけども頭の位置がただお辞儀してるだけ、ただ下げてるだけにならないように、あくまでも自分の体に対して頭の位置がただ下げているだけにならないように、入りすぎてしまうと下げすぎてしまうと猫背にもなりますし、地面からうまく反発をもらうということも難しくなりますので、頭の位置というのも考えてみてください。そして4番、肘下の伸びている腕振り、スタート直後ですね、後ろに振るのではなく前にね進みたい、前に進ませることが走りにおいて重要なことですので、後ろではなく前にしっかり腕振りをしていきましょう。はい、てな形でね、4つのですねスタートダッシュ NG 行為というのを解説していきました。で冒頭からずっと言ってるように、トップ選手の真似だけで終わらないようにしてください。 SNS のおかげでどこにいても全世界の情報というのは入ります。そしてすぐにね動画も出てきますので、真似をしやすいという環境にもありますが、まずはですね自分に合った動きというのを探すということも大事です。他人の真似だけに終わらないように、そこからですね自分の動きにしていくっていう作業がね大事になってきますので、どうやったら速く走れるのか、前に効率よく進めるのかというのを考えてですねトレーニングに取り組んでいってください。はい、ではですね、今回の動画はこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。